水と緑に彩られた惑星ハイデリン。その豊かな星は母なるクリスタルの加護によって生きとし生けるすべてのものに永遠にも思える繁栄をもたらしていた。世界最大の大陸三大洲の西方に位置するは神々に愛されし地エオルゼア。クリスタルの恵みに彩られたこの地で人々は歴史という名の足跡を刻んできた。だが永遠に続くかと思われた繁栄の時代もやがて終焉を迎える。時に第6西暦1572年エオルゼア中央部カルテノー平原、大陸全土の支配を目論む北方の大国ガレマール帝国の軍勢とエオルゼア三都市同盟軍との間で壮絶な死闘が繰り広げられた。ガレマール帝国の仕掛けたメテオ計画により月の衛星ガラガブが大地へと落ち、その内部から出現した古の蛮神バハムートが世界を焼き尽くす。人はこれを第七霊祭と呼んだ。そして5年の歳月が流れた。エオルゼアの地は死に絶えていなかった。恐るべき最悪の爪痕残る世界にはたくましく生きる人々の姿があった。災いが呼び覚ました大いなる謎と危険が待ち受けるこの世界で、それでも人々は新たな歩みを始めている。神聖の時代第七西暦へと向かって、そして今日もまた新たな冒険者がエオルゼアの大地を踏みしめる。他の者の旅路に幸あれ。冒険者に母なるクリスタルの導きがあらんことを。